ぽん。この支配からの卒業。冒頭から古いわ。実はこの度私、卒業することとなりました。おう、そうなんかお疲れさん。ゲームするね。わーい、惜しんだよ。別れよ。いやだって嘘じゃん。掛け声やろ掛け声。掛け声。なんやそれ。ほら、よくあるじゃないですか。お父さん、お母さん、僕たち、私たちは今日この学校を卒園します。ここ幼稚園だったの？楽しかった。虫取り大会。そんな催しねえよ。10キロ太った。あかりちゃん。ごめん、ちょっとよく聞こえなかったわ。もっと大きな声で。ね、いえ、遠慮しときます。あ、寄せ書き。寄せ書きもお願いします。はあ、もうそのくらいなら、他の人にも書いてもらったので空いてるところにお願いします。へ、そうなんか。人間が書いてる形跡がね。そんなことないですよ。このメッセージはなんと、ゴリゴリラさんからです。なんともクソも全てがゴリラじゃねえか。そしてこちらが、ゴシゴシラさんから。なんかすげえこすってそうな名前。なんか変なのばっかやな。そしてこちらが、ゴチゴチラさんからまさかの大御所。ところでこのメッセージは何や？なんかママとか書いてあるんやな。あはは、なんでしょうね。おかしいな。誰が書いたのかわからないな。あはは、こいつ両親でメッセージかさまししとるんか。うわ、びっくりした。なんですか？聞いたで、ここ、卒業するってな。あ、いやそれ。うちは、喧嘩したなら相方とお別れなんて嫌や。どこにも行くな。なあ、うちと一緒に乗って遊ぼうや。時間といてや。今までのことを謝るから。なあ、嘘です。はあ？卒業するっていうの、嘘です。え、ほんとに？うわあ、青春やな。うるさい。来ましたよ。当てときますね。おい、やめろ。ふむ、床赤のありっちゃありか。やめろ。なんかすみません。本気で謝ったや。ピンポン。なんや、電話の音？部室からや。誰かスマホ忘れたんかな。電話？何この物体 X。うわ、なんか取れた。え、何？どれって、これ受話器的なやつなの？悪趣味な受話器やな。たく。はい、もしもし、私、メリーさん、今公園。はい、もしもし、私、メリーさん。もしもし、ゆかりです。おお、ゆかりちゃんどないしたんや。電話で登場なんて珍しい。すみません、ちょっとあかりちゃんにお話がある人がいて、代わりますね。はあ、もしもし、私、メリーさん。ちょっと手の込んだ詐欺集団みたいな手口やめろ。ね、スイナちゃんは今どこにおるんや？今学校の近くの公園に。バレてます。ごめんなさい。大丈夫。また別の手口でアプローチしましょう。超えてるぞメリーさん、こら。大丈夫や。うちは白真の演技であかりをビビらせたる。声でけえな。もしもし、うち、あかねや。じゃああかねちゃんじゃん。痛恨のミス。あ、ここに極まれり。なんやったほら。ヤングスタボケ。いや。もう切っていいかな。私、メリーさん、今公園にいるの。え、今のは。はい、もしもし、私メリーさん、今、学校の校庭にいるの。もうだいぶ近くに来とるな。はい、もしもし、私、メリーさん、今あなたの後ろにいるの。おお、かわいいメリーさんやな。よし。でもいたずらはあかんで。いたずら、ダメ絶対。おい、ダメや。葵が回収された。こうなったら複数メリーさんをぶっこんで。ん？あれ？みんなこんなところで何してるの？あ、いや、ゆかりが言い出しました。食い気味に裏切り者。こんな、ドアホーン。ごめんなさーい。ピンポン。どうしたんや葵ちゃん、ため息なんかついて。実は今度動画でヤンデレ役をやることになりまして。ああ、そらまた難しい役どころやな。なんか役作りのコツとかありますかね？難しいな。そのキャラの気持ちを想像してそれになりきることを徹底するとか。ほら、すごい役者さんとかって役を憑依させるとかってよく言うやん。よし任せろ帰れ。なんでですか？そんな子にも憑依させますみたいなアイテム持ってるやつ信用できねえからだよ。まあ物が試し。今からヤンデレの霊体を捕まえ自分に憑依させますから、その動きを参考にしてください。ほんまに大丈夫かいな。行きます。おう。おいおい出てる。お前の霊体出てるよ。引っ込めろ。戻れよ。やっべ、生き量になるとこだった。気をつけろってレベルじゃねえぞ。行きます。無機物取り憑かれたとしてどうなるんだよ。ミスったこっちか。それ偉人。疲れても荷が重すぎるわ。よし、じゃあこっちだ。じゃあってなんだよ。おい、それ多分生き量だよ。何連れてきてんだお前。あかりおっす。喋んな。肉体に戻れ。おま、何しとんじゃボケ。おい。葵ちゃん、あれ、ゆかり先生の体に入ってる。おい、どうすんねん。ヤンデレの役作りどころじゃない。ゆかり先生の体、もしかして、役作りいらないんじゃ。ピンポン。こんちは。なんか読んどる。何読んでる？ああ、あかりちゃん、お疲れ様です。何読んでんの？いやー、ちょっと勉学に目覚めまして、今は世界史を勉強してました。この参考書で歴史の何が身につくんだよ。ちなみにどこら辺を勉強してたんですか？まあ、フランス革命あたりですかね。どうでもいいけど顔がムカつく。あのあたりの偉人については鮮明に思い出せます。フランス国王、ルイボスティー16個。誰？王妃のマリー・アントワネットの後世にも轟く、有名なセリフ。おかしくないならライス大盛り。ライス食ってんじゃねえよ。そしてフランス革命の流れに乗って皇帝に上り詰めた。ナポリタン何一つ覚えてねえなこいつ。まあそんな感じでこれからマリー・アントワネットごっこをやりましょう。なんでだよ。だってライス食いたいし。別にマリー・アントワネットはライス大盛り食ってねえよ。ではちょっとマリー風に変身してきますね。はあ。お待たせ。待て。じゃねえよ。誰への変身をしたんだよ。マリー・アントワネットですけど。名札に書いただけじゃねえか。私、マリー黙れ。てか頭のそれはなんだよ。あかりちゃん知らないんですか？マリー・アントワネットはおしゃれが大好きで、髪にボリュームを持たせる盛り髪をよくしてたんですよ。それ森じゃなくて森だろうがよ。確かにここリンゴなってる。判断基準そこじゃねえよ。そして二人は何してんの？いやちょっと私今お金持ちなので、可愛い子はべらせようかと。それもうお前の欲望じゃねえか。あとライス、魚沼さん。コシヒカリが悲しいわ。我、コシヒカリを求めし者。ライスに釣られてなんか来てんじゃねえか。どうぞ。わい。おい。では、この世のすべての食材に感謝を込めて。いただきます。どうしてこうなった？ちなみに、有名なセリフ。パンがなければお菓子を食べればいいじゃない。は、マリー・アントワネットが発した言葉ではないらしいです。へえ、じゃあ誰が言ったんや？それは、誰かがコメントで教えてくれるらしいです。投げっぱなしかよ。